具体的にね、農業でね、どういう問題があるかちょっと発言します。よく聞いてちょうだい。人間的に人間の問題だよ。私は福島県で、専業で、農業を現在も行っています。私の、住んでいる須賀川は昨年、玄米から100ベクレルを超える米が全国一番で100ベクレルを超えてしまいました。それで田んぼを、除染する結果になったんですけれども、私たちは農地の土壌が何ベクレルあるかもわからないで作業してるんですよ。毎日空間占領じゃないんですよ。で、田んぼを除染するっていうことになって、私の地区は作業員はその地区の農家の私も作業員になってやったんです。仕事除染の除っていう意味が分かってます？深く耕してない、薄めてダメじゃねえの。取り除いてねえんだから放射能なんて下がるわけないでしょ。田んぼ除染しました、空間占領剥がりました、全然下がってないですよ。取り除いてねえのってことでしょ。原発が爆発した当時と環境はもう2年経っても何にも変わってないんだから、農業資材だって汚染されてれば、起伏資材などは使用してダメだっていう指示が出てます。それも農家が何ベクレルあるなんてわからないですよ。で、新しく買い直ししてどうしてくれんの。農家の思いっていうのをよく考えてみてください。私たちは作物を生産して安心安全なものを自分でも食べて消費者の方にも販売して、そういう収穫の喜びが今はないんです。価格が福島県のものは県外のものに比べたら本当に値段も安いですから、それを承知しながら作って損害賠償をもらって農家は何の活力がありますか。あと一つ言っておくことがあるんですけれども、福島県は農作物は出荷の前に全部検査しないと出荷できません。今は100ベクレル以下っていうことになってますけれども、農家が生産している私は頑張りますよ。これが何ベクレルあるって、放射能要は100ベクレル以下だったら出荷できるわけですから、私は食べませんよ。買って食べる人は放射能を目で持って買って食ってるって、どうなの。俺らは分かってんだよ、罪の意識なんの作ってなって。自分は食わねえけど人の人に食わせてんの、どう思いますか。ちょっと答えてください。じゃあ関連して、ちょっと待って、関連して、今は深川地区のね農業の話をしました。もう一つ
なかなかそうなっていない実情でございますので、まあ、そうしたところはきちんと外傷で対応していくという形でございます。
あの先ほど福島の方でも送れるのかというようなご指摘いただきました。これは福島県の方では例えば経産省の方にもですね、実はその福島県産のお米の、お米が入ったようなですね、ございまして、そういったものについてもですね、私はこれ個人的な話でございますけども、買ってですね、家の家族と一緒に食べたりしているところでございます。まあ、こういった形で福島県の農家の方々の風評がですね、少しでも回復すればですね、これはやはり、 そうした形に持っていくというふうに思っておりますので、私としてはそうしたやはり安全なものは安全、やはり本当に危険なものは危険なものとしてですね、きちんと対処していかなきゃいけませんが、安全なものは安全という形でですね、これは風評の解消に努めるということをですね、どうしても努力してまいりたいと思います。これは単に賠償だけの問題ではなくて、農業政策の観点からですね、そうした風評の解消というのはこれまた本水省の方でございますけど、彼らも努力しているところでございますので、 やはり国としましては、何回も申し上げますけれども、そうした風評解消に努力ということ自体でですね、福島県農家の皆さんも活動ですね、サポートしていきたいなと思います。はい、じゃあ風評について、皆さん、はい、お願いします。風評、風評というのはね、風評じゃないんですよ。いいですか？風評ってのは根も葉もないものは、根にも葉にもあるの。悪物からないからいいじゃないんだって。 農家は農地汚染されて何千メートルっていうんです。私測ってます。全部あるんです。それ持ってってくれよ。そう言うんだったら。風評被害って言うんだったら。全部持ってってくれ。で、物からでないからいいんじゃないんだよ。わかるよね。いつも言ってるよね、不動産。それこそ、それで賠償されてるって言ってるでしょ。賠償されないのあるんだって。西田さんに何か言ってるじゃないですか。されないんです。今まとまってるやつ引っ張るんです。 We need to get subscribed and get this unity stronger and beat YouTube at their own game. Okay, that's what this is about. Like I say, go to the remix button, hit the remix button. That way you'll have this video and keep up with this. Otherwise, you know, YouTube's just going to control us, guys, and it's really...